勝を達成されました。菅原さん、おめでとうございます。ありがとうございます。まず先ほど原監督と記念撮影収まってましたが、どんな今お気持ちですか？素直に嬉しい気持ちと、感謝の気持ちでいっぱいです。今日のゲームはあの岡本選手の芸術的な先制タイムリーから始まって、野手の援護が大きかったんではありませんか？そうですね、いつも勇気づけられているので、なんとか最後まで投げたりとか、チームに貢献したいって気持ちがあるんですけど、最近は助けられてばっかりです、はい。ただそのチームの援護があって、開幕投手からの13連勝というのはプロ野球新記録です。おー、大変なことをされました。この記録に関してはいかがでしょうか？まあ、先人たちが築き上げてきた、記録っていうのはなかなか抜けないものだと思ってたので、それを更新できて本当に嬉しいですし、まだまだ伸ばしていきたいなっていうふうに思ってます。先日菅野さんは記録がかかるマウンドは結構しんどいんですよとおっしゃってましたが、今日もそうだったんですか？しんどいです。そのしんどいマウンドが続くかもしれませんが、結果この13連勝で自身通算100勝を達成されました。おめでとう。この100勝、大きな節目だと思います。どう捉えてますか？はい、僕が入団した1年目に、内海さんが100勝を達成されたんですけど、その時に自分は何勝できるんだろうっていうふうに、思ったのを今でも鮮明に覚えてますし、まさか自分が100勝できると思ってなかったので、本当にいろんな人に感謝して、またうちには戸郷が今年頑張ってるので、戸郷にもそういうところを目指して頑張ってほしいなっていう思いでいます。100勝は通過点だと思いますが、次の101勝目に向けて、そして開幕14連勝というまた記録がかかる次の登板になるかと思います。ぜひ次に向けて最後一言お願いします。はい、まだまだジャイアンツのために腕を振っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。頼むよ。本日のヒーロー菅野智之投手には愛田設計ヒーロー賞としてジャイアンツサポーティングカンパニー